ビータウタスは、リトアニア大公国の大公、ケーストゥティスの子にあたる。父が、いとこのヨガイラと大公の地位をめぐって敗れて、殺されると、プロイセンに亡命する。その後、1384年にヨガイラとは牧して帰国した。キプチャク藩国の内戦に際しては、徳タミ史を支持し、彼のグループと同盟関係を結んだ。1385年にヨガイラが、 ポーランド王として即位すると、実質的にリトアニアの統治を任され、バルト海や国会方面に勢力を拡大した。1401年、ブワディスワフ2世から正式にリトアニア大公の位を譲られて即位する。その後は、ポーランドリトアニア連合としてドイツ騎士団に対抗し、1410年にはタンネンベルクの戦いで勝利を収めた。その結果、 直後のホロドー行動において、ポーランドとリトアニア国家は一層緊密な関係を築くことになった。他方で、娘のソフィアをモスクワ大公バシーリー一世に嫁がせ、その息子バシーリー二世の学府として、モスクワ大公国の政治に大きな影響力を及ぼしたことも知られる。1430年、79歳で死去。彼の死後、リトアニアは、 ポーランド王国に組み込まれてゆくこととなった。ヨガイラに囚われたビータウタスとチチケーストゥティス名前の表記や読み方は各国語によって異なる。ありがとうございます。